とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、新しい装備、出ましたので、使っていきましょう。これ、ベールに包まれたクロスボウ。名前が言わせないな。名前が、ベールに包まれたって。まあまあ、いいんじゃないですか。スキルはこれだね。敵を倒すと、一定確率で影化する。そして、最初の射撃から影化を守る。だね。どうなんだろう。威力が低いのよ。うん。パワー249で38万。低い。低い。普通のやつの3分の1ぐらいのダメージしかないですね。で、このね、敵を倒すと影化するってやつ。あれは、射撃で倒さなきゃダメなのかな。もしくは、近接でこう倒しても影化するのかな。近接で倒していいならば、俺装備したいんだけども、どうでしょう。まあ、ちなみに、撃つとこんな感じです。うん、なんか微妙なやつなんだよな。で、とりあえずのやつなんで、エンチャントは、なんか微妙ですね。まあ一応つけとくか。パワーと、クリティカルより奈落だよね。で、爆発か。はあ、いやー、いい。いや、連鎖反応もなー、弱いよね、この。まあまあ、とりあえずこれでいいや。使ってみます。じゃあまずは、どれぐらいの確率で影化するのかを調べてみましょうか。倒せるかな、そもそも。いやー、それ255で来る必要なかったな。あ、プラス25か。あー、影化した。3秒間ですね。3秒間。あ、確実に影化するのか、これ。あー、いや、100% じゃ、なさそう。ああ。矢の数が少ないからね。なかなか厳しいな。でも結構な確率で、影化するね。うん。結構確率としては高そう。影化率は。うん。多分ね、70% ぐらい。それぐらいの確率では、影化しますね。うん。70-80%。では、近接で倒してもいけるかどうか。無理か。いや、近接じゃ無理だわ。近接で倒しても、影化しない。いや、これどうなんだ。いや、そもそものね、威力が低いから、それで敵を倒せっていうのがきついんだよな。まあまあギリギリまでやって弓で倒す感じ。でも影化するのは3秒間なんだよね。あー、でそこであれか、近接の気づかれてない敵にダメージアップっていうスキル、あれで攻撃すればダメージが上がって使いやすいか。いやー、でもかなり戦い方としては難しいぞ。これは難しい気がする。あー、使い道ある？ある？やっぱね、まだ出始めのね、最近出た装備なんで、ちょっとまだね、検証をいろいろしてみないとわかんないんだけども。ああ、どうなんだろうね。どうなんだ、これ。これをね、ほんと影化を頻繁に使っていきたいって言うなら、そうね、矢のダメージを上げないといけないから、攻撃スキルをもりもりに入れていくじゃないか。
でも攻撃スキルって言ってもそんなにないしな。あでもクリティカルとかが入るようにはなったのか。まあまあ緊急回避みたいにはいけるね。わーってなった時にさっとこう影化して逃げるっていうのはできそうな気はするけどね。囲まれた時にそれを急にやろうとすると難しいよね。いやハードル高いな。この装備のハードルはなかなか高いぞ。いやー難しそう。威力がそもそも低いから、いやこれ難しいな。はい、まあ、とりあえずクリアしますね。どうしたもんかねこれ。はい、ということで今日はこれ使ってみました。ベールに包まれたクロスボウ、いやー難しいな、これ。使い方がね、めちゃくちゃ難しい。まあ、なんか、有効的なね、使い方、あれば、コメントで教えてください。よろしくお願いします。はい。ではね、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。